皆さんはこのストローを壊してくださいと言われたらどのようにしますかこのように折るという人が多いと思います。それではこのように潰すとどうでしょうかなかなか潰れませんね。この潰れにくいという特徴を活かしたものをトラス構造と言います。 トラス構造のつなぎ目の部分はこのように自由に回るようになっていて、これによって折れる向きの力が働きにくくなっています。さて、それではどうして三角形をしているのでしょうかここでは三角形と四角形を比べてみましょう。それぞれの形で棒を支え、そこに重りを乗せたいと思います。 まず四角形でやってみるとこのように簡単に崩れてしまいました次に三角形でやってみると今度はきちんと支えることができました四角形は形が変わりうまく支えることができませんでしたが三角形は形が変わらないのできちんと支えることができましたつまりつなぎ目が自由に回る分形を工夫して 連携しないようにしているのですね。